海外科です。今日は自分を愛するってどういうことっていうお話をしたいと思います。私ここ数ヶ月いろんな人に自分を愛するといいですよみたいなアドバイス3人ぐらいからもらって、で自分を愛するってなんだろうって思ってたんですよ。少し前の覚醒する前のアセンションする前の私は今はわかるんですけど、ヒントになった考え方があって、自分の中に男性性と女性性両方持ってるじゃないですか、人は。でその両方をちゃんと活躍させてあげる。つまり例えば女性性は例えばケーキが食べたいなっていう思うんですよね。そしたら男性性がっていうのは、じゃあケーキを買いに行ってちゃんと私に食べさせてあげる、それが男性性。それを両方やることで自分をまあ可愛がるみたいな感じになると、自分を愛している状態になるなって気づいたんですよね。なのでここ2、3ヶ月ぐらいって私もうお仕事もほとんど今ほとんどやってないので、毎日ひたすら今自分がやりたいことをひたすらやってきたんですよ。読みたい本を読んで、食べたいものもこう、まあ、例えば体に悪いっていうか、私グルテンフリー、普段はグルテン取らない食生活を送ってんですけど、私パリジェンヌの関係の本を読むのが好きで、そうするとやっぱりクロワッサンとかバケットがいっぱい出てくるんですよね。あ、バケット食べたいとかクロワッサン食べたいって思ったら、もう本当に食べたいと思ったらもう食べさせてあげるんですね、自分に。で、パン、美味しいパン屋さんに買いに行ってバケットとクロワッサン買って、で普段は牛乳も家にないんですけど、牛乳を買ってきてこう泡立ててカフェオレにしたりとか、そういうのをちゃんと満たしてあげる。それが男性性女性性を両方活躍させて自分を愛するっていうことなんだなっていうのを最近気づいたんですね。でそうするとやっぱり自分自身が満たされてくるんですよね。でそれが多分こう出てるんだと思うんですよ、こうオーラっていうか。で最近私とっても素敵な出会いがあったんですけど、その男性と初めて出会った時に、やっぱり満たされてないければ彼も目に留まらなかったと思うんですよね。私がその初めて会った時に、次の日に彼が連絡してくれたんですけど、なんで連絡してくれたか聞いたら、なんか輝いてたって言ってたんですね。輝いてたのと、あとなんか遠くからお互い見合ってたとかおっしゃってたんですけど、だからそういう自分を満たす、自分を愛してるっていうのができていた、それがこう自分の体から出てたから、彼も私が目に留まったと思って、いかにこの自分を愛する男性性と女性性のバランス、両方活性化する、男性性も女性性も活躍させてあげるっていうのが大事なんだなっていうのを最近すごい実感したので、例えば自分を愛するってなんだろうっていう思った方は、その男性性も女性性も活躍させてあげて自分を満たしてあげることなんだっていうのを意識して暮らしてほしいなと思ったので、今日お話ししました。平井佳でした。チャンネル登録、いいねお待ちしています。